近鉄2100系電車、2100系電車、2100系電車とは、近畿日本鉄道に在籍し、1962年2月から4月にかけて製造された、世界初の大理2階建て電車。青空号の愛称がある。主に修学旅行の小学生を中心とした、団体専用列車、修学旅行列車向けとして、設計、製造された。 1959年に登場した一部車両を2階建てとした1100系、新ビスタカーは、名阪ノンストップ特急に運用され、名阪間の輸送シェアを着実に伸ばしていた。その当時、伊勢島方面へ向かう修学旅行の児童たちは2200系、2250系、大阪線、6421系、 名古屋線などの旧型車両による急行列車や団体臨時列車を利用していた。二階建て電車が人気を得る中、小学生たちにも二階建て車両に乗るチャンスを与えること、また短編成で多くの乗客を運べることなどのメリットを生かし製造されたものである。青空号の愛称は公募によって大阪市立玉川小学校の児童の案が選ばれた。 全車2階建て車であることが評価され、1963年に鉄道ともの会のブルーリボン賞を受賞した。本系列は以下の3形式で構成される。これら3形式を順に編成して1編成を構成し、合計5編成が近畿車両で以下のように製造、配置された。3両編成の全車が台車間を2階建て構造としているが、 三車体連接車とした一万百系とは異なり、全車とも二十メートル級の一般的な二軸ボギー車となっている。車端部は平屋となっている。上行扉は平屋部に設けており、片引き戸で一両に二箇所設けられている。このうち両端の電動車は共に一階二階をすべて客席としているため、台車間は一階部の客室スペースとなっており、 通常の電動車のように、主要機器類を搭載するスペースが一切なく、台車に主電動機を搭載するのみである。これに対し、サニマン200型は付随車でありながら、電動車に必要な機器のほとんどとトイレを一回客用、扉間に集中搭載し、パンタグラフを両端の平床部分の屋根に搭載する。全車とも2階建てのため大型断面車体となっている。前面は、 同時期の1100系貫通型戦闘車に順次、車掌室側と貫通扉の窓の上下寸法を運転室側の窓より大きくした左右非対称のデザインとしつつ、幕いタブを広く取った特徴的な形状となった。塗装はクリームとマルーンレッドのツートンカラーで、車体側面には1100系と同様の字体で、ビスタカーのロゴも入れられた。 当時修学旅行用電車として運行していた日本、国有鉄道155系電車に班を取り、立席は設けず、通路を挟んで片側を3人掛け、反対側を2人掛けのボックス型クロスシートとし、座席と平行に網棚を設置して収容力を高めた。ただし、クロスシートの通路側には肘掛けを装備していない。また、会場席の階段近くは、ロングシートとなっている。 平屋部分にある上空扉の脇に階段を設け、1階席、2階席、さ2200型は2階席のみに出入りする。階段の反対側の車端部にも、ボックス型クロスシートを設置している。運転席後部の座席は引率車席である。引率車席の内一方のボックスには放送装置と、固定式大型テーブルを設置し、もう一方のボックスは通常は4人掛けの座席であるが、 背もたれを引き出すことで救護用ベッドとなる。妻部分の貫通扉は自動扉、マジックドアが採用されている。運転室後方には電子発光板を使用した速度計を設置している。先頭車にはトイレがなく、中間の差2200系の乗降扉付近に和式トイレが2カ所設置されている。 冷房装置の搭載は特急車ではないことや設置スペースの問題から見送られており、側窓は開閉可能なユニット窓で、2階席と平屋部は上段加工下段上昇式、1階席は上段加工下段固定式である。また天井高さの関係で扇風機や通風機を設置することも不可能とされたため、屋根上の外気吸入口から外気を送風機で吸気し、 小型冷房装置で2度程度温度を下げた空気を車内に送る形としている。各座席の窓の上に冷風吹き出し口を設けており、シャッターとフィンにより風量、風光を調節できる。走行機器や性能は当時の青山峠越え対応型一般車両である1480系に準拠し、主電動機以外の使用機器は常実の通り、3200型に集約搭載されている。 主電動機は1100系などと共通の三菱、電気製メガバイト -3020D を両端の制御電動車に搭載する。駆動装置は大阪線標準の WN ドライブで、歯車比は1480系と共通の5.47、平坦線釣り合い速度は時速 125km である。主制御機は、 シーケンスドラムを使用する三菱電気製アブフム -178 まだ単位スイッチ式多段自動加速制御機である。主回路構成は 1C8M で各社4機ずつの主、電動機を永久直列とし、2群を自家並列制御して、立行26段、発電ブレーキ12段の抵抗制御を行う。なお、本系列は心臓当時下線電圧600、ボルト区間であった。 柏原線の八木西口駅かシ原神宮駅駅、当時への入線を想定し、電動発電機は副電圧仕様となっているが、主回路については電圧転換器を備えておらず、1500V 時と同一回路で運転する設計となっている。設計当時近鉄で標準的に採用されていた東洋電気製造 PT-42。 急飛脂枠パンタグラフを差2200系の両車端部に、各一機ずつ搭載する。台車については、特急車用 KD-41 系を改良し散々、ベローズ式空気バネを枕バネとして搭載した、超リンク揺れ枕装備の近畿車両製空気バネ付き、シュリー連式台車である、KD-43.43A が装着されいる。 設計当時標準の HSC、D 電磁直通ブレーキで、A 動作弁による常用自動制動を備える。発電ブレーキによるそもそも即制動と同期動作し、大荷重装置を備える。上述の通り5編成が製造され、3編成が大阪線、2編成が名古屋線の所属となっていた。主に大阪、 名古屋方面から伊勢島への修学旅行をはじめとする団体輸送に用いられたが、下記の一般旅客向け臨時快速急行列車や大阪線沿線の高校野球応援輸送列車、天理林に運用されたこともある。その際、本来2100系がつくべき団体輸送には、クロスシートの一般車両である2600系や2610系が充当されていた。この処置は、 団体輸送に冷房搭載車を当てるという方針から、本来の製造目的とは入れ替わった使い方となったとされている。登場当初から特急車の増備により、特急車の運用に余裕のできた1970年頃までは、臨時特急にも使用されていたが、この系列を使用する臨時特急では、特急券の発売方法を一部変更し、3人掛けシートは2人分。 二人掛けシートは一人分での発売として、ロングシート部分は発売を行わなかった。登場後ほどなくして冷房装置を搭載しないことが問題となったが、冷房装置を搭載するスペースが車内に確保できなかったため、最後まで春工時の使用のままで運行され続けた。末期には本来の主任務である修学旅行輸送についても、 ベビーブルーム世代が過ぎ去り修学旅行の輸送人員自体が全減したこともあって、2万1000系、アーバンライナー登場により運用の余裕が出た3万、経営、ビスタカーいいよや、一般特急車が担当するようになった。約四半世紀にわたって運用されたが、比例防止者であることに加えて老朽化も進んだため、 1989年10月に18,200系を改造した青空 E と、1988年に登場した転換式、クロスシートの一般車両で、5200系を代替車両として、さよなら運転を実施し、事実上の運行終了となった。第一編成を残して間もなく廃車解体され、残った第一編成も、旧車状態となり、 1993年12月に、保有車両数2000両突破記念のイベントで、走行したのを最後に1994年1月に、廃車となり、現存しない。なお、1990年に登場した、団体専用車である2万系、楽の編成と2100系、第1編成の車両番号は、形式こそ違いど一部重複していた。 二万百系のも二万百一、三二万二百一と二万系のく二万百一も二万二百一が、当時の運輸省、現、国土交通省に届け出た書類上では、本系列の方をも二万百十一対も二万二百十一、対も二万三百十一に改版を実施した扱いとして、対象、実際の車番号の書き換えは実施されずし、手続き上での二車現存の状態を回避した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。